やるとするか。やるとするか。ちょっとシャンパーニュの塔というところちょっと目指していこうかなみたいな、そういう感じかな。テレテテンテンテン。人さらいをちょっとぶっ飛ばそうとしたらなんつうの、まさかのあれだったんだよな。テッテレンテッテレン。帰ってきてなかったみたいな。まずここを攻略しなきゃいけないんだな。ちゃんと順番でやっぱやんなきゃダメなんだよ、ね、やっぱな。ほう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 。敵がなんかやたら多いな。とりあえず回収するの回収すか、じゃあ。もう今更もう敵じゃねえだろ。テレレレーン。誰がいたっけ、人がなんかいたような、いなかったようなって感じだな。テーンレレレン。なんかこの声かすれてんだろ、なんか。声がかすれ気味のなんかあれになってんだ。上か下かみたいな。上か下かっていう問題。なんか下になんか誰がいた気がするんだろ、なんか。テーンレレン、ロロロロ。誰もいないか、お互い。やたら落ち着きのない実況みたいな。なんということ。じゃあこっち。おとなしくこっちへ行けばよかったんだな。てんてん、いい天気だな。やたらなんかすごいんですよ。晴れ晴れとしたなんですよ。今やってる夜中の12時過ぎだけど、夜中の12時過ぎになってきてるのがあれで。空はすごく晴れ晴れとしてるわ。あ、人いいんじゃん。いろんな盗賊に好かれるエリアみたいな、そういうのがあるのか。恐ろしいあれだな。恐ろしいね。まあそういうなんかエリアあるよな。やたらたむろってるみたいな。ヤンキーエリアみたいな、そういう感じなのか。ほう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 。あれ、こんなになんかあったっけ、いろいろあるとはいえ、まあ、大したことは、大したものはなかった気がするんだよね。てんてん、りりりり、ほい。変なやつが来たぞ。おめえたちにやるくねえぞ、なんか。変なやつがひどくねえ、なんか。やたらひどいよね。そんなこと言ってくれたなんて。失礼にも程があるわ。ふざけてんだよな。やたらふざけてんだ、あいつら。おほほほほほほ。こんな野郎ども、めたくそにしてくれ、覚悟しとけ。お前らよし。おほほ、全員なんかこうなんつうの、これ分割されてるとかちょっと恐ろしいな。ちゃんと綺麗にやりやがって。どうすっかな、なんかルカノンとか使ってきたっけ、なんかルカノンとかどうだったかな、ちょっと記憶にねえんだよな。やったほうがいいか、ちょっとじゃああれか、こちら側からちょっとやるか。じゃあスクルトもいつの間にか覚えてんだよな。あ、スクルト覚えてんのか。てか、すげえな。お、全然あるじゃん。余裕じゃん。もう余裕だろ。レンレレンレン、5か。はい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 。まあ、スクルトサイドが導入なんだろう。もう殴りでいいんじゃない。いや、さすがだね、やっぱなんか。いろいろちょっとやった甲斐があるね。お、身を守っている。あれ、ルカには誰なんだ、また身を守ってんのか。レレレレン。ああ、そうだ、これ、ロマリアの、なんか、イベントあったの、そういえば、なんか、それなんかあれだな。まあ、後々いっか、ちょっと。今、どっちかっていうのは、ちょっと先に、なんか、先にちょっと進めたい気分なんだよな。どちらかというと。レレンレレンレレンレンレン。帰りやがれ。おれ。多いですね。いいあれだな。650、なかなかいいあれじゃないか。レンレン。帰れ。はい。忘れないよ。じゃあな。リチなんだかよくわかんねえな、んか。ルルルルルン。まあ、ロマリアのイベントあるが、それはま、後々でいいや、ちょっと。極めたい。戻ってきたぞ。いえ。テレデンテンテン、レンレレレン。4体ちゃんといんの？いるんですね。スクルトかな。お、ジャンヌ100個いったか。うわ、なんかめっちゃ食らうな。やっぱちょっと強くなってるな、なんか。テレデレン。こっちはもう殴り専用だから、殴り軍団だからな。しかも黄金の爪あるぞ。お、なかなか強いじゃないですか。あ、倒せんじゃん。まあいけそうな感じだな。レレンレンレン。帰りやがれ。危ないやつらだな、こちら。いや、回復がちょっとアルスしかできないというのは結構あれか、ちょっとなかなかちょっとまずいんじゃないかっていう感じですけど、大丈夫かしら。我々は果たして大丈夫なんだろうかっていう。まあ大丈夫か、多分。お、ルカナ使ってきやがったな。ルカナめっちゃ下がんじゃん。何その、あなた方の、なんでルカナの方があれなの、優遇されてんの。てか敵のなんかあれだよ、そのなんか、それ系がなんか優遇されてる気がするんだよ。俺の気のせい。100。こんだけ手こずらしといてないか。ズーム少ねえな。消えた。奴ら消えたぞ。やってしまったのか。やりおったか、我々は。すごろく剣。いいベッドだな。なんだこれ、いいとこ住んでんの、こちらの。やたらいいとこ住んでんな。あげればいいよ。タニアです。こいつらさらってどうすんだよ、なんか。さらって何のメリットがある、ね、
はい。ああ、タニア全部楽しそう。くるくる回ってる。くる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 。ブルファンゴ。楽しそうだな。帰れるのね。行こう。帰りやがれ。談笑でもしてると思ってた。ここはやたら種がいっぱいあるからな。不思議な木の実、ボボボボ。さあ、またやってんのか。キャー逃がしはしねえぜ。助けて僕はどうなの本当かなんか。だったらなんかあれだろうなんか。どうなってもいい覚悟があんなったら、なんか適当にちょっとなんか石ぶん投げるとか、何かしらあんだろ、そんなの。君の。君なりのできることってのがあるんじゃん。よくわかんないけど。カンダラ強いんだよな。うわ、めっちゃ食らわねえ。めっちゃ食らうじゃん。危ないの、これ。まあ今でもスクルトかけたから、まあ多分、ちょっとここでまあホイミだろ。ホイミ殴りの、まあこれでいけんじゃないか。ガードしたらいいか。あー、いけるな。これいけんな。やめて。112って。恐ろしいぐらい下がるんだ。おお、これ危ねえな。これ危険だな。こうか。まあ限界まで上げとけば、まあどうにかなんじゃ。ルカなんて強い。なんのこの116ってのは尋常じゃねえだろ、これ。よし。で、これ自分回復のこうでこうで。これでいいんじゃない。これでいいんじゃない。よくわかんないけど。レレレレ。レレレレ。こっからまあスクルトでいいか。とりあえずまあスクルトもあと2、3ぐらいやっといて。あ、でも意外となんか安定してんだ、なんか。これ、神田のこのか、これ体の色なの、これなの。これどういう状況になってんの、彼のあれは。よくわかんないけど。すべて謎に包まれるわ。もう倒せんだろ、こうやったら。こいつは会心の内側なんか使ってきた気がするな。会心というか、通言が。うぅスミスがちょっとあれだな。出してきましたね、その、彼のあれを。本領発揮みたいな。トゥリトゥリ。キャド効かないのか。もうそろそろいいべ。26。さあ、ぶっ飛ばしてくれ。じゃあ、全員ちょっと総殴りで。こんなにやるかなんか結構もっと手こずると思ったんだけどな。割といけんねんな。いけてるじゃないですか。デリデリ。いや、しぶといね。いったか。いい経験値だわね。かなわねえや。はい。帰れ。一生忘れません。さあ帰ろう。ええ、あなた。お前ら仲良しだな。家庭仲良ししてなんかペチペチやってくれも。ペチ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 。さあ行くわよ。リリリリーン。解決をするとなかなか気分がいいもんだな。ほほほほほいい気分だ。どうもありがとう。よこせ。はい。てりてりてん。やっとあれだな。目標を達成したな。我々の目標を達成した。いや、これでさらにあれだぞ。いろいろいけるとこいっぱい増えたぞ。どうすっかな。なんかもう大量なんじゃないもういけるとこ。もうガーッていっちゃっていいんじゃないのか。礼を言います。譲ってもらったのずいぶんあれだね。よかったじゃないか。そいつは良かったな。ポルトがいっちゃうから。デリンデリン。王様にまず渡して。私、ちょっといろいろ、やりましょうか、ちょっと。ルンルルン。あれ、何も言えなくなってんじゃん。俺。はい。覚えることやろうな。よこせ。俺はそれを楽しみにしたんだ。俺は世界中を回れてんだ、俺は。テレ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 テン、ブルファンゴ。いいえ。よし。お、よく覚えてんね。そんなにあれか。まあ確かに危険だったな、確かにな。いいこと成し遂げた。てんてん。食べ過ぎて眠い。食べ過ぎると眠くなるのか。そういうなんかあれは。これ話また変わってんのかな。彼らの。感服いたします。感服したわ。はい。おほほほほさあ。おお、来ましたね。羨ましい。この船ってのがたまらんだよね。南の灯台を訪ねればよかろう。
ちゃんとなんかちょっと地味になんか話変わってんだよな、かな。ちまちまと。デュリュリュリン。これで故障がどんどん浸透していくのか。7000で、まあ、か。で、これでさらにあれだな、さらなる、とてつもない、なんつうの、とんでもないあれを手に入れなきゃいけないな。とんでもないあれを手に入れなきゃいけないな。何言ってんの、俺言ってんの。適当なことを言いすぎなんだよ、ちょっと。ほう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 。これはちょっとブルーファンゴの曲みたいな、なんか。空が非常に綺麗だわ。正解だったぜ。はい。テドン行ってもいいんだけどな。船を出動しなくなるって話だ。南に行ってみな。ちょ、ランシール行ってみっか、じゃあ。よし。適当にちょっと徘徊しよう。徘徊だ。あれ、地図持ってんだっけ？あそこに行きましょうか、じゃあ、まず。てれてってって、あそこに行きましょうかってか、ね、まあ、一人で左の方だな。え、最後の鍵取っちゃおうか、じゃあ。ほうほうほう。海の魔物結構あれなんだよな。割と強いんだよな。お、何も、誰も敵が出るもんだった。ひえー。恐ろしいね。これ逃げてもいいんじゃないか、ちょっと。多分ちょっと強いよな。多少強い気がするわ。いきなり？どんぐらいか、どんぐらいあれなんだ。あ、でも何も回復しねえじゃん。何も回復しないぞ。これまずいんじゃないか、ちょっと。ボミオス。ジミーがやられてしまった。帰るぞ。危険すぎる。テレテレレレン、レレレレン。ここでまあちょっと必要な、ちょっと物を移ったらな。調達していかないと。ランシール、小さな村よ。レレレン、レレレン。これ何言ってんだっけ？最後の鍵を探して旅をしている。壺。鉄仮面魔法の夜、ほうほうほう。あの方位。あ、ジャンルそれでいけないんだ。意外とあれだったな。パワーナックル。ほう、なんかまあそんなに。そんなんでもなかったな。まずはこれを変えましょう。でれねねねねね。買った今。買ったか。あー、ちょっと待って。教会ってから寝るか、じゃあ。探し方がまだあまりない。そうだ。そうなのだ。あれ、教会なんだっけ、ここ。あれ、教会ないかもしんねえ。もしかしたら。レレレレレレレにゃー。かわいらしいわ。この船でもやりたいことができるからな、我々は。一回じゃあ寝るか、じゃあ。寝て、ポルトガに行って、意外と教会ないんだな。ポルトガもなかったぞ。意外とないもんだな。テレレン、レレレン。この上か。テレレレレン。ノアニールから行ってもよかったのか。でもいいや。多分ここが一番あれだろ。行きやすいだろ、多分。ほほ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 ほ。もうやりたいことだな。ドラクエ3はやりたいことだな。お、ついに海の化け物が。いや、これは多すぎんだ、ちょっとあれは多すぎんだ、ちょっと。さあ、来たぞ。ここもちょっとさらっと、じゃあ。さらっと言いますか。てりてりてりてんてってん。よし。これが素晴らしいんだよね。ほろほろほろ。さあ行くわよ。ちょっと解決するか、じゃあ。早速この重大な、これどうすんだっけ、今。もう忘れちゃったやり方を。完全にやり方忘れてしまった。ちょっと待って。こうではないな。まずこうだべ、こうだべ。テレテレテン、ブル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 。上から行けばいいんじゃない、こうやって。上からこうやって、こうして、こうして。こういうことなんですよね。テレテレテテテン。おい。恐ろしいな。これ岩沈むからな、この。テレテンテンテレテン、おい。さあ、もうこの用事はもう、用事は終わってしまった。おほほほーほー、乾きの壺。どこが一番近いんだ、これ。乾きの壺で、あそこか。あー、まあ、でもアリアハンから行ってもいいんじゃない。アリアハンから行くか、じゃあ。まあ、その前に人々にちょっと話を聞いてって。あー、ちょっと、売っ払って、まあ、売っ払っていろいろやってみたいな感じでいいんじゃない。デリデリデリ。
これ追い出せるんだっけ。ひでえな、田舎者って言われてもだ。田舎の、田舎者って何なの一体。こんにちは、田舎の人。てり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 ワクワクしますね。よーし、それを。ちょっと掘り返しに行くか、ちょっと。マーゴット。なんでその田舎の話がなんか浸透してんだ。たたずんでいる。人がたたずんでるってのはなんかあんま、なんかあんま聞かない気がするんだ、なんか。パーティードレス。ほほほほほー。おしゃれのスーツ。おしゃれのスーツ。宿女への道。てれてれてってって。非常にいいことですわね。てってって。これなんかいろいろあったよ、なんか。何かしらって気がするな。ここなかったろ。小さなメダル。どっかのかな。どっかのほうからにあるのか。その最後の鍵っていう概念を言ったら 誰が何かあるんだろうな。どっからなんか出てきたんだろうな。その情報は。うわぁ、やめてくれ。てれてれてれ。はい。そうだ。地下に隠すと言っておったな。数族ブルファンゴー。田舎者の田舎者ってやたらなんか押してくんだ。そんなそういうもんか。まあ見ればわかんないな。そういうもん見れば分かってしまうね。でってるでってって。こっち側なんかあったべ。はい、いいえ。食べ慣れた格好。そうでありましたか。ここは、ここどうだったかな。小さなメダル。小さなメダル。はい。どうすか。じゃあ、この下を次はじゃあ目指すか。まあ、そんな感じでちょっと。さらばだ。